未だ見よ、総額130万兆のバレンティノ着こなしオフショに、ロスってます。続編を待ってます。スノーマンのメグロレンが主演を務めていた TBS 系連続ドラマ、トリリオンゲーム、金曜午後10時、で、社長令嬢の、キリ姫、こと黒龍キリカを演じていた今田美桜のオフショットが16日、番組の公式インスタグラムに投稿された。同作は、ビッグコミックスペリオール、小学館、で連載中の同名漫画が原作、世界一のわがまま男、野春、目黒、こと天王寺明と、気弱なパソコンオタク、野学、佐野優と、こと平学がゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れよう、と成り上がっていく物語。15日の最終回で、キリ姫はドラゴンバンクの新社長に就任した。今回、某アプリ付きカットアウトディテールがあしらわれたバレンティノ、バレンティノ。エンブロイダリークレープクチュールミニドレス649,000円に、同ブランドのロコラインストーンミニショルダーバッグ682,000円を手に、トリリオンゲーム社を訪問した姿が披露された。